して君は君らしくって初めから探すようなものではないんだと思うんだ。僕は君じゃないし君も僕じゃないから、すれ違う手をつなぐ、そこには愛だって生まれる。そういうもんさ、自分らしさってなんだろう。個性を出さなきゃいけない、そういう流行りの無個性で悟ったように一歩引いた匿名希望の傍観者。ちょっと待って、星空は変わらずあの日と同じだよ。されずとも宝物は今でも宝物のはずでしょう。変化が怖くて変わらぬ日々も嫌いで、変わりたくて変われなくて、子供の頃思ったりもして見失いそうで、自分である意味とかコンビニで目にした太字を気にしてたんだろう。でもね、それでもね、言えるものに気づいてよ。だから僕は僕らしく、そして君は君らしくって、初めから探すようなものではないんだと思うんだ。僕は君じゃないし君も僕じゃないから、すれ違う手をつなぐ、そこには愛だって生まれる。そういうもんさ、自分らしさってなんだろう。変えられない、大切があるから、変わりゆく生活は正しい。